元テニス教室の久保田です。今回はですね、フォアハンドストロークのバックスイング完了の時のラケットの、位置について、説明したいと思います。過去の、動画を見ての、質問コメントで、私がこう動きを説明しながらやってる時のラケットヘッドの、向きがコート後方の斜め上を向いてたん で、あそこでもそこでもいいのかと、こういう状態でもいいのかっていう、質問がありました。バックスイング完了して向こうが、ネット側、こっちコート右側でこういう形になってもいいのかっていう、質問コメントがありました。今これちょっとコート後方側にラケットヘッドが向いてますからね、真後ろから見るとこうなってます。これダメなんですよね。こっち側、ここだとどうしても早く振ろうと思った時にグリップが先に行ってラケットヘッドが後ろに置き去りになりやすいんですよね。こっち側になりやすいん で、それを防ぐためにわざわざ前腕ロックで内巻きにしてこっち側っていう風にしてるんですよね。コートを、右斜め上、向こうが前、右斜め上っていう風にしてるんですよね。ここなんですよね。で、これがなんでこういう風に見えたのか、わかります？これ今わかりますかね。ここコート、こちらが右だとすると右斜め上を向いてます。ちょっと見づらいかもしれないですけど、これ立ってます。これ真上です。これこ、カメラ側に向かってちょっと倒してますからね。右斜め上を向いてます。これはなんでこれに見えたのか、これ説明しますね。こっちコート右側ですよ、向こうはネット側、こっち後方です。バックスイング完了してこれ見てくださいね。これ左手が今、カメラの方向いてます。でラケットヘッドは今、カメラ側の斜め上向いてますよね。これ左手の位置を、見てくださいね。ちょっと後ろにずらしますよ。そうするとラケットヘッドがなんか後ろの方に行ったように見えますよね。でもこれ体のターンが深いだけなんですよね。わかります？別にこの腕の体勢を変えたわけじゃないんですよ。体勢はこれなんですよね。でも体の向きが変わってるんですよ、ね、だからそれは左手の場所を見てもらったら大体わかると思うんですけどね。左手の場所がこの辺りだったらここなんだけど、ラケット引いてこの辺に来てる場合っていうのはその分ずれてますからね。だからそれで多分斜めに見えたんだと思います。その辺ですね、ちょっと自分の、動きを動画撮影してでやっていただいたらわかると思うんですね。それと私の動きを同じように比べてみたら、ラケットここだけ見たらやっぱ分かんないんですよね。これがこうなってもこれはどうなったかっていうのは分かんないんですよ。ちゃんと全体を見て、で周りの風景とかこう空間を見てどこにあるかっていうのをチェックしないと、こうやったらこれ分かります？左手の場所ここですよ。だから私の体のターンっていうのは結構深めにやってるんですよね。だったりもう一つの、誤解しやすい点っていうのは、画面のこっち側でやると結構止めてるつもりが、これ、横で止めてるつもりが斜め後ろに行ったように見えるんですよね。これこう戻ってくるとこうですからね。これこうこっち側に来るとちょっとこう見え方が変わりますよね。これこれだからこういうのも映り方も考えて、動きを見ていただかないといけないですよね。でそれも自分で動画撮影してたらそういうのもちょっと気づいてくるとは思うんですよね。横になってるかどうかチェックしたように、いつまでたってもあれ全然ラケットが後ろに行ってるなと思ったら、体の向きがちょっと深かったから、あこれ OK なんだなとかね。で場所が違うから、ただ単にこうこれでやってたのがこっち側でこう見て斜め側からこっち側から映されたんで全体がこう流れたように見えたのかなとかっていうのも、その辺までちょっと考えて動画見ないといけないですよね。あと深さとかもね、そんな感じです。なのでバックスイング完了は真後ろから行くとここ前ですからね、これですからね、前から見るとここです。これがターンが深い場合はどうしてもこっちになる。でこの壁打ちとかでやってる時も結構球がこう深かったりすると深めに構えるんですよね。ターンをね、腕を深くするんじゃなくてターンを深くしてますからね。それからやってるんで、そういう風に見えることが多いと思います。あとやっぱ引きつけようと思うとちょっとターンもやっぱ深めにはなるんですよね。
なんで、そこは注意してですね、決してこれが前腕ロック緩めてこうしてるわけじゃないですからね、このまんまでこうですからね、これは、ラケットヘッドはこうと後方に見えるんだけど前腕ロックは緩めてなくて体の全体のターンが深くなったってことです。あまり腕をこうもしてないですからね。でもこれちょっと深さっていうのはやっぱり後ろから見ないと分かんないかもしれないですね。だからそういう映り方をちょっと考えながら動画を見ていただけないとちょっと、勘違いしてしまうかなというところですね。でやっぱその動画の見方ってやっぱ難しいんですよね。そういうふうにちょっと勘違いしてしまいやすいところはあるんですけども、まあそういうちょっと疑問があったときはですね、こうやって質問を込めていただければ、動画をアップしようと思います。今回は以上です。